エッセイ漫画家荒井翔さん。30歳まで女性として暮らしてきましたが、染色体検査でインターセックスと判明。以後セクシャルマイノリティに関する漫画を一貫して描いています。何も表現せずにただの町のおじさんとして暮らして、恋をした相手にだけは本当のことを教えて、僕は多分このまま一生過ごすと思うので、一緒に。このロケがあった後、コウ君ともう二度と会わないっていうレベルの喧嘩をしてるんですよ。死のうかなって思いました。ไม่มีอิสระภาพใด。不思議な感じですね。X だこれと思って。T で L です。我自己的自我观就。幸せに死んでやるぜっていうふうに思ってます。死ぬまでのショーです。